はいいーササンです本日もニュースを続いていきましょう今日前半のお題は「報道特集がまたしてもやらかしてくれました」テレビでは放送していたジャニーズへの忖度問題を TVer や YouTube 版ではその部分を丸ごと削除して配信しておりネット民から反省してない証拠だろってことでも大炎上しちゃった話と後半は中国製 EV に日本政府はな何で補助金ばっか出してないと欧米は自国産業優先の論理で締め出しにかかってるのにボーッとしてんじゃねえよって話をお伝えしようと思います。 僕の喋りを聞いて目の付けとかいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速まずは TBS のポンコツすぎる話題の方からデイリーより見出しがですね、TBS 報道特集ジャニーズ検証が配信されず元 MBS アナが苦言ということで本文を抜粋して読んでいきましょう。元 MBS アナウンサーの小森康則氏が8日、自身の YouTube チャンネルでジャニーズ問題について TBS に厳しい言葉を投げかけた。緊急配信 TBS はまた死んだ。 報道特集自社取材部分を TVer で削除の理由はと題した動画の中で。 TBS はまた今日死んだと言われても仕方がないというお話ですと伝えた <laughs>、えー、昨年まで報道の不祥事といえばですねテレ朝が代名詞でしたけれども最近は TBS にその代名詞が映っちゃったんでしょうかね最近特にやばかったのが JA 職員の告発見晴れ事件ですよねノルマを行うために共済保険に、ね、自分がいくつも加入していく通称自爆営業が横行しているという証言 VTR に本人が特定できる映像が随所に入っておりまして告発者がそれを理由に退職させられて 仲間は島流しに会っちゃいましたですねそれを報じたニュース2 3が見事 BPO の審議りを果たしましたけれどもそういえば BPO って何の略だったんでしょうかね番組がポンコツすぎてお話にならないってねそういう略だったかと思いましたけど <laughs> 間違ってたらごめんなさいこのコメント欄に正しい名称を教えてくださいとで、えー、10月7日報道特集でジャニーズ問題についての社内取材と検証を放送したボードには社員から聞き取った証言の一部がずらりと掲示 報道局、制作担当、編集局の社員と元社員80人以上に取材を行ったと伝えた。2003年、ジャニー氏のセかラ行為を認める交際判決を報じなかった点については、社内からの圧力やジャニーズへの忖度があったと証言した人は一人もいなかったと説明。一方で、2010年のジャニー氏の人身事故についてはニュースが欠番になったとし、当時の報道局幹部のジャニーズ事務所はめんどくさいという思いや編成部への配慮が 判断要素の一つになったという言葉も紹介した。あら、あら、あら、あらと。 TBS が大ピラにジャニーズに忖度してましたって言ってるんですけども、これって本当に大丈夫キャップインって、100ってですけれどもね、バラエティー班が忖度したっていうのはまああれとしてですね、わからなくはないんですけれども、今の証言は報道局の、しかも幹部がジャニーズはめんどくさいからって言ってるんですかね。これは明らかに公平性に書いてますよ。一回報道部を解体しちゃってね、ゼロから出直した方が僕はいいと思いますけどもと。で、 ドラマのプロデューサーが圧力を感じたことは一度もない、忖度を強要されたこともない、キャスティングで圧力と言われているが、それは通常のビジネスという証言も紹介。その一方で制作経験者が事務所とのトラブルから打ち切られたという話を聞いたことがある。この1年間の間にもジュリー氏を通してキャスティングをめぐる圧力が番組にあったという証言もあったとした。ちょっと ちちょょょっっっとと今更何を言ってるんでしょうか2019年7月にですね元スマップ3人に出演圧力がかかったということでジャニーズ事務所に対して独禁法の可能性もということでです、ね、異例の警告を公正取引委員会が出していたかと思われますけどもね、えー、この話はテレビ局の社員であれば誰もが知ってる話じゃないのそれがなんで圧力を感じたことはないと真顔で言えるんでしょうか TBS のいい加減さが垣間見えたような気がいたしますと。で TBS の氷壁正樹氏はジャニーズという巨大な帝国を育てたのは間違いなくテレビ局ですとコメントし被害者に謝罪。 テレビ局全体の問題だと指摘し、記者会見で拍手をしている場合ではないんですとした。いや、あの拍手は別ですけれどもね、もちき磯子のスタンドプレイに困り果てた記者たちがいい加減に出ていけよってね、グラップって感じで拍手の花道を作っただけかとね、僕なんかは思ってますけどもと。で、小森氏は社員らの証言について、なぜ共有をしてそのことを記者会見でぶつけなかったのかと指摘、さらにこの日、見逃し配信の TVer では自社取材や検証の部分がアップされていないとし、これまで やったことのない自分の社員や OB に話を聞いて放送するという自分の恥ずかしいところも含めて出しましょうというのが昨日の報道特集の後半だったんじゃないのですかと呼びかけたえ自分で作ったニュースの一番大事な部分をですね自分で切り抜いて配信しちゃうなんてもう間抜けな話じゃないですかまあでもその気持ちは分かりますよ僕みたいな意地の悪い YouTuber はですね意地倒しちゃいますからね TBS は今日から赤坂サカス改め赤っ恥サラスにした方がいいなんてねそんなギャグまで飛び出すでしょうからねですからなるべくだって からですね、ネット面に見せたくないとお気持ちだけはお察ししますとで、えー、配信中にも TVer を確認し理由がさっぱり分かりませんなぜ TBS が「報道特集」という範で自信を持って放送したものが TVer で配信されないのか私はさっぱり分かりませんと繰り返していたおしまいということでで 今日10月10日、14時現在においてもですね、TVer、あるいはですね、TBS の YouTube チャンネルの両方で、自社局内の証言、検証部分についてはですね、ちょん切られたままになっております。相変わらずの BPO。BPO って何でしたっけ番組がポンコツすぎてお話にならない状態。<laughs> っていうか、そもそも論で恐縮ですけれども、テレビ用のタイトルとですね、ネットに上がってるタイトルが全然変わっておりますので、番組全体をアップする気などね、元なかったんじゃないでしょうか。これ10月7日の番組表で報道を 特集を確認するとと、えー、ジャニーズ事務所とテレビ局番組制作の現場で何があったのか、なぜ最高裁の決定を報道されなかったのか、元ドラマプロデューサーが語ったというテキストが載ってましたけれども、TVer の方にはですねどういう風に載っていたのかというと、ジャニー氏性被害拡大の背景、ジャニー喜多川氏による性加害問題、CM a の起用について各企業でさまざまな動きが出ていますという感じでございまして、えー、テレビ欄の方にあったですねテレビ局、番組制作の現場 何ががあっったかの部分がごっそり抜け落ちているんですよつまり最初から内部の話なんてアップする気が全然ないっていうもうほんとねしょっぱい連中なんですよ。事情作用の,地の地もございませんでね僕高市さんの行政文書問題でもですね同じことを言ってるんですけどもすごく大事な話なんであえてもう一回言っときますけどもね熱海土石流の報道で皆さん違和感あったじゃないですか崩落現場で不法投棄を繰り返していた不動産会社ね新幹線ブリーディングの天野の名前もそれからですねそのですね を買い取った全ホールディングスの麦島の名前も全然どこも報じなかったじゃないですか日本史に残るであろう最悪の人的災害あれにまつわる業者の名前をまともに報道しなかった時点でええー、って皆さん思ったでしょさもに報道特集それから「n e ース2 3 TBS だけではないんですけどもねテレビ新聞全部含めて天野実名報道しなかったのは相手が人権動画から見て怖い人だったからでしょあるいは麦島をを実名報道しなかっったのも相手が弁護士をって訴訟を ちらつかせているのでね面倒くさいからそれで名前を出さなかっただけでしょその一方で知床の観光船「カズワンの沈没事故あの船会社の桂田社長は連日連夜メディアからですね袋叩きにあっておりました言っちゃ悪いですけどもねえ地域経済への影響度を見ればですね熱海の方が1000倍ぐらいやばかったのに一体この報道さはどこから来るのか報道姿勢をつぶさに見ればですねいかに報道局というのがですね強気を助け弱気をくじくでたらめなことをやってんだのか誰の目にも 明らかですよもし本当にジャニーズ事務所をね、糾弾するのであれば、もう、ジャニーズのタレントを一定期間全員出演 NG にしてもいいくらいです。もちろんですね、タレントには罪はないとは思うんですけども、一方で、嵐も患者にもジャニーズの商品なんでね、ジャニーズの商品なんですよ、彼たちはね。ですから、コンプラをどうこういうのであれば、厳しい態度で臨むべきだと僕は思いますし、あとですね、マスコミ全員が完全に偽善だなというふうに感じているのがですね、東京五輪でダーティーマネーを乱れ飛ばしたですね、電通に対してです、ね、テレビは 新聞は取引中止をしていませんよね電通でさえ一定期間ね手を切れないマスコミどもが反省したって言われてもあのー、ちょっと入ってかわからないって感じですよねまあ TBS のポンコツ話は僕の動画のネタになるんでね今後も是非その調子でダブスターをお願いいたしますよとで、えー、続いてはですね中国製 EV にまで補助金を出しまくってる日本政府はいつまでそれを放置してるのかって話題をプレジデントオンラインより見出し側ですね 日本は自動車輸出世界1位から陥落したのに中国 EV に補助金を出す日本政府は国内メーカーを滅ぼすつもりかということで本文を抜粋して読んでいきましょう年初来 EV の販売増加が鮮明だトップは中国の EV メーカー BYD2 位は米国のテスラ社だ2社によるトップ争いは熾烈だ GD やアイオンなど中国企業も高いシェアを獲得しているが我が国のメーカーは EV シェア争いの上位に食い込めていない 中国勢の価格競争力、新モデルの当人のスピードには目を見張るものがある。それを支える要因として、習近平政権の産業補助金政策などの影響が重要だ。はいはい、ストップ、ストップです。自動車ジャーナリストはですね、基本車オタクですからね。EV に乗ったら加速がいいだと、ね。 静かで乗り心地がいいだとかですね、中国 EV の競争力足り合ってね、うんぬんかんぬん抜かしてますけれども、その EV がなぜそこまで安く作れちゃうのか、コスト構造には一切触れておりません。中国メーカーが補助金のしゃぶ付けみたいになっていてもですね、そんなの関係ねえ。はい、おっぱっぴーって感じですからね、もうほんと困ったもんですよ。日本のモータージャーナリストってやつらと。で、欧州委員会は米国のように中国製 EV に制裁関税をかけることを検討しているという、一方我が国は中国製 EV v にまで販売補助金を出している。 中国製 EV メーカーの急速なシェア拡大にどう対応していくのか、国内の EV 産業をどう育成するのか、我が国として真剣に検討することが必要だって、そういう絵を描くのが本来経産省の役割だと僕思うんですけども、ただな、過去に国産半導体で経産省はヘマばっか打ってんでね、自動車産業の未来図を描けるのか、ちょっとというかだいぶ不安な面もありますよと。で、<laughs> EV メーカーに加え、中国はパーツ、部材メーカーに対する補助金政策も強化してきた。主な企業とし 世界最大の車載用バッテリーメーカー CATL がある。 EV のコストの4割程度をバッテリーが占めている。CATL は、対石油公社の子会社に、車載用バッテリーの組み立て技術と生産設備を供与することを明らかにした。また、リチウムオンバッテリーの絶縁剤を生産する上海エナジー、モーターを手掛けている石膏ファウンダーモーターなどへ、国家支援も強化してきた。そのため、使用先進国に比べて、中国企業の減価償却コストは低い。その分価格も引き下げられる。ほーらね。 結局はそういうことでしょう最初に補助金やら税制優遇をしこたもやってですね、低価格で市場を設計し、ある程度シェアアライスが決まったところで利潤を求めていくやり方は、ソーラーパネルとやり方は一緒。普通の企業からすればコスト的にありえない話です。そういう不正競争を中国は国策としてやっているということですよと。で、共産党政権は世界の EV 市場で自国企業によるトップシェアの確保を目指してきた BYD などの販売ペースを見る限り、 当面世界の自動車市場で中国の存在感は高まるだろう。補助金に支えられて価格競争力を武器に世界のシェアを狙う中国メーカーに、主要先進国の自動車メーカーが真正面から競合することは難しい。そこで欧州委員会は中国の EV 補助金に関する調査を開始した。 これ、日本の経産省も欧州委員会のように調査した方が僕、絶対いいと思います。じゃないと、本当に日本の自動車産業も EV の分野においては、駆逐されてしまいますよ。もう一回言っときますけども、中国の EV は補助金のしゃぶつけ状態ですからねと。で、欧州経済を支えてきた自動車メーカーが生き残れなくなるとの危機感は強い。欧州委員会が中国 EV に対する関税を引き下げる可能性は高い。 米国は EV の生産に対する補助金を支給している。その条件は、車載電池の一定割合を北米で調達する。バッテリーに使われている重要鉱物の一定割合を米国や FTA 締結国から調達することなどだ。 米国や EU がこうした基準を引き上げたり、中国企業による工場用地取得をより強く規制したりする可能性も高い。米国もなんやかんや言ってですね、事実上 EV は自国生産じゃないと補助金出さねえってね、えー、保護政策やってますからね。みんな自国が、みんな自国メーカーが可愛いんですよ。一方、日本の経産省は一体何をやってるんでしょうか日本のメーカーは可愛いじゃなくて、正反対の可愛がりでもやってんじゃないですかね。もう未来図があまりにも見えないと。で、えー、気になるのが我が 現時点で我が国の政府は中国から輸入される EV にまで補助金を出している BYD が国内で販売され始めたドルフィンの希望小売価格は363万円だ国の補助金を活用すると298万円 地方自自治体ののの補助金も活用ででききるる場合さらにに低価価格格 EV EV が手に入る国内自動車メーカーカ、e、との価格差は大きいまあ、その363枚のドルフィンという EV が日本で売れるわけではないと思いますけどもね。モーター出力 95PS。重さは1 5 0 0キロです。車重が極端に重いですし、おそらくフィットよりも室内空間は狭いでしょう。加えて形もいまいちですし、いたずら電話の国でね、製造されているのもね。まあそういったマイナス面を除外してもですね、商品力 が乏しいので今すぐは問題にならないかと思いますけどもでもうかうかはしてられません対策早めに打たんとなとそんな感じがいたしますけれどもとで政府は日本国内での EV 生産をどのように進行し欧米などの現地の企業と構成競争ができる産業をどのように育成するか政策立案と実施を急がなければならないそれが遅ければ我が国の自動車市場においても中国企業のシェアが高まる展開次第では我が国の EV は中国勢に席けされるれ 恐れも増す迅速に政府は国として EV 産業をどう育てるのか実効性ある策を早期に打ち出すことが求められているおしまいということでこの記事長文につきところどころすっ飛ばしております全文シータカダー概要のリンクからご覧くださいまあ日本には優秀なハイブリッドや PHV が腐るほどを売ってますんでねそれと EV を比較した場合どうしてもね EV に触手が動かないっていうのはあるんですけどもねそういった環境がねただ一方で じゃあ EV 市場はこのまま放置して負けても OK かと言われればそれもまた違いますのでねこういうのは結局のところ日本政府がどう市場を立ち上げるのか多分そこしかないんですよね例えばですけれども法人が普通車を買った場合ですね減価償却6年ですよこれは300万円の普通車を買った場合年間で50万円しか費用計上できないということなんですでもこれを例えばですけどもね EV に限っては減価償却3年にしますって言えばですね年間100万円経費計上できるわけですよ もし、減価償却2年でも OK ということであれば、もうね、年間で150万円も経費計上できるわけです。これだと、お金を持ってる会社がですね、節税のために EV を買おうかという動機が発生しますし、実際ですね、欧州ではカンパニーカーという制度を使った、ね、これは事実上の節税効果を生むものなんですけども、カンパニーカーの対象商品ですね、EV を組み込んでですね、早期販売の立ち上げをやっております。よく SDGs 信者がですね、日本の EV ギレは世界の笑いのだとかって言ってますけども、実は各国いろんな税制を使って ですね。無理やり EV 市場を立ち上げているだけなので、多分減価償却の優遇だけですね。EV は日本でも法人上ですぐに売れるようになると思います。まあそういう制度を作った方がいいのかどうかということも含めてですね。日本政府や経産省がどうしたいのか見せていかないとですね。技術的な部分よりも政治家の政策ビジョンが見えないっていうですね。そっちの方が僕はやばいと感じておりますけれども、今日も話が長くなりましたのでこれくらいにして最後はほっこりなぞけてしまいたいと思います。雪道の EV とかけまして、ささ ののギャグと解きますその心は滑りに注意 <laughs> おいって <laughs> いや正直政治話の合間合間にですねいい塩梅のギャグをぶっ込むってなかなか骨の折れる作業なんですよね表現間違うとすぐにですね広告剥がしに合っちゃいますからねでもこれが僕の一つの特徴なんでねやり続けるしかないんですけどもということで本日も面白かったためになった方ね、チャンネル登録いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございましたササヤンでしたたで